2020年6月、やってきたのは札幌の隣町、小樽。今回小樽へやってきた目的は、最新作楢崎ルミのルミナスダイアリーシリーズ2のコンセプトビデオを作ること。本来は新しい主人公が登場しますが、サンプルビデオなので、今回は我らがアンジェリカに小樽を歩いてもらいましょう。いい感じで頼むぞ。クラウドファンディングを実施するぐらい本気で作るルミナスタジオの最新作。最先端の VR テクノロジーを駆使して制作する映像作品をどうぞお楽しみください。駅前の中央線を降りていくと、旧小樽倉庫南側を利用して作られたインフォメーションセンターがあります。そこから海を見ると、小樽運河は目と鼻の先。ここから見える小樽運河は実は途中から。大体察しのついたアンジェリカは、撮れ高を求めて小樽運河のスタート地点へ向かいます。いや、こういうナレーションなんだって。俺はな、出演者に指示を出す方のナレなんだよ。皆様もよく見たことのある光景。そう、ここが小樽運河のスタート地点。いつもであれば観光客がたくさん集まりますが、時勢の関係で今回は控えめです。運河の終点を確認すべく、アンジェリカは隣の遊歩道から約 1.1km の小さな旅を始めることにしました。小樽運河は大正12年1923年に完成し、国内唯一となる海岸の沖合埋め立て方式で作られています。今いるこのエリアは半分を埋め立て、観光資源として活用されています。当時港で扱う荷物が多くなってきた状況に対応するため、橋家が倉庫の近くまで直接行けるようにするために作られました。戦後は役目を終えましたが、ご覧の通り今では北海道の代表的観光スポットです。運河の北側は当時の幅のままで残されています。主に小型ボートの停泊に使われているようですね。ゴールはもう少し先、アンジェリカは遊歩道を抜け、運河をさらに奥へ進んでいきます。どうやらこれが橋家のようです。当時はこういった船が運河を通って倉庫へ貨物を運んでいたということですね。橋家のあるポイントが小樽運河のゴール地点。ここから道路を渡るとゴールにふさわしく運河公園が設けられています。公園のさらに向こうには旧日本郵船の小樽支店が存在します。明治39年に完成した建物は近世ヨーロッパ復興様式の石造り。当時の小樽は北海道開拓の重要拠点として機能しており、当時の先端建築技術によって数多くの文化遺産が出来上がったわけです。さあ、目標の収録も完了しました。最新作のルミナスダイアリーシリーズ2はこのようにバーチャルビデオクリエイター照成紅葉のナレーションとアクターの自然に合成された映像で構成される北海道の旅をテーマとした作品。10周年の集大成として2020年10月よりスタート予定です。本編は24分ほどの大作をご用意いたしますので、ぜひ実施中のクラウドファンディングへご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
じゃあオチは手際線の言うほどそれっぽく歩いて帰るか。